2得点目、キャプテンの後藤光選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。後藤選手、今シーズン初ゴールとなりました。クロス、見事なヘッドです。振り返ってください。そうですね、本当に追加点が欲しかったので、そういう意味では、チームとして2点目、3点目というのはだいぶ楽になったので良かったと思います。後藤選手、前節はホーム開幕で出場できなくて悔しい思いもあったと思いますが、今日の試合はどんな思いで臨みましたか？そうですね、ホーム開幕戦、たくさんの方に来ていただきましたし、チームもみんな生き生きとプレーできて、で結果もついてきたので、次のこのゲームがすごく大事だと思ってたので、そういう意味では今日勝ててよかったです。キャプテンとして今日の試合内容いかがでしたか？やはりキビもとても最後まで粘り強く頑張ってくる相手でしたし、ただ自分たちも最後の最後まで勝ちに行くという姿勢を、皆さんの応援を背中にしっかり戦えたかなと思います。それでは最後にサポーターの皆さんにメッセージをお願いします。今日もたくさんの方、本ゲームに行っていただきありがとうございます。これからも一戦一戦戦っていきますので、レッツレディースをよろしくお願いします。2得点目を挙げました後藤選手でした。おめでとうございます。